じゃあそんな感じで今から生駒さんに行ってみよう。あ、でも占いの旗を見つけました。あれ、あれ行ったんじゃないですか。マジで金銭的なものはテレビでロケしてまして、ダイアンがロケしてます。もう映せないんですけど、ダイアンがロケしてて、はい、めっちゃあ、めっちゃ置いてますね。あ、いいじゃないですか。こうやっていいんじゃないですか。あ、明石焼きタレ入れなかったから。難しいな、汁がね、汁問題だからね。あ、なんかこれだけじゃ足らんから、またおでんと、おでんをちゃうしね。汁漏れしたら最悪ですよね。汁漏れ嫌やね、最悪やろ。汁漏れ、ここめっちゃロケ来てるんですね。あ、そうそうそう、ここはあれ、みんないろんな人がロケ、芸能人ロケするとこ。終わってない、商店街。まあ、もうちょっと先やん。え、終わるってどういうことですか。まだある、まだあの、美味しい食べるとこあるかも。あ、なんかお好みやろ、この 住宅が建つとか、なんかビルが建つとか、ここがなくなるんかと思って。そっちの終わりちゃうわ。そのトーンでそんな寂しいこと言うかも。じゃあ、あの距離的に終わるってことじゃない。せっかくなんか、あの温かい街並みやのに。どういう捉え方やねん、ほんまに。めっちゃ寂しいなと思って。住民が反対運動してとか。ここは残すんだみたいな。その努力も虚しくみたいな。虚しくね。で、香川照之みたいなやつが来て、もう、いや、時代は変わったとか言うねん。何やん、このやりとり、ほんま。そうか、そういうことですよ。まだまだまだあるよ。いや、これ登山終わったらここでお買い物っていうことですね。お買い物、洋服だね、ブティックね。めっちゃおばさまのホッケーなんて。あ、栗いいんじゃん、栗。美味しそう。栗な、あ、止めるのもいいかもね。あ、こっちの、あ、お餅があるじゃないですか。大福あるじゃないですか。ホットドッグと唐揚げ買って上で食べましょう。ホットドッグセットってあります。あれ、これジュースじゃん、これ。多分ジュースセットやと思う。ジュースはあれだ。唐揚げめっちゃ美味しい。3つあるかな。2個じゃない。大丈夫。え、この今まあ、まあ、かっこいい食べて。唐揚げでも美味しいです。カーツはごめんなさい、ごめんなさい、猫じいなんです。猫じい、何やったの。ごめんなさい、出してしまってすみません。猫じい、大丈夫。あこ失敗したな。猫じ先頭に行かすもんちゃうかった。あこ俺これ食べます、ちっちゃいです。はい、いただきます。あこ、うんうん、まっこおいしい。まっこさん、今の1個噛んで、今1個噛んでしょうか。孝太郎さん、今の1個ですよ。ラスト1個じゃんけんしましょう。ラスト1個や。でもあまりやんけ、噛めるの。うん、めっちゃジューシーで美味しい。うん、美味しいね、これ。元気出るわ。待ちましたけど、30分ぐらい経ったんじゃないですか。30分ぐらい待った。孝太郎さんって街でもよく声かけられるんですか。あ、先に声かけられましたからね。街たまにですよ。すごいな。たまにたまに。街はちょっとびっくりしますけどね。うん、スイッチを振ってるから。ほんまに、あの親戚の人。あの親戚のおちゃん。親戚のおちゃん声かけたら。いや、そうでもないですけど。急に屋台もなくなり、屋台もなくなり、はい、そうあの富士キックスがね、仕事で来れないというところで、今日は休みの富士キックス。富士キックスさん、富士キックスはあのカメラをカメラマンの仕事で今一生懸命頑張ってると思いますので、僕らは僕らで頑張って山登りましょう。でもハンモックもない。ちょっと昼寝タイムを設けとってんけどね、昼寝もできそうにないな思ってこれ、まあ、速攻寝ます。もう予防になくすぐ寝ますから。10分寝たらちゃうもんな。はい、10分寝く。もう歌っておるから取り合い。何キロまで耐えれます。その2つは、1つはあのでっかいから寝れる、一緒に、寝れる。あ、1つは、じゃあ1つちっちゃいので1つ大きいのですか。そうじゃあ私ミントリーで分けるんで、あ、私大きいので大丈夫ですし。大丈夫、大きいの一人で寝んじゃん。お二人で小さい方を受けたら。おかしい、何すげえ遠慮感出しながら言うねん。なんか申し訳ないです。言うてること遠慮感丸出しやけど、内容めちゃくちゃやん、お前。
はい、スタートから1時間45分たい焼き待って占いしてホットドッグ買ってホットドッグ待ち時間長かったな。なんかなんやかんやでもう結構来てますよこれ。そんな美味しいホットドッグなんですか。ほんまやなホットドッグ食べましょう。ほんで上でホットドッグとチキンナゲット食べてなんかアメリカンな、いやアメリカンコーヒー飲んでアメリカンやな。ハンモックやってアメリカやんけ欧米かばっかりやんけ欧米かばっかりやんけ餅買ってます。餅餅はもう流れ壊すな流れ壊すな餅は内緒や餅は内緒や餅は内緒たい焼きもあるしたい焼きも流れ壊すなだから流れ壊すな暑すぎる一緒に出るの水車寿司谷の水車ホタル。うん、土日は回ってんな。でも水すごい綺麗ですね。あ、水は綺麗やね、すごい、ほんまや。ほとんどケーブルと一緒に距離高くないですか。距離高くて、44m 汚いんだ、これ。44m。あ、いつも今日は回ってませんな。ね、ここ通るとき、漢方薬の匂いしてる。いつも。ヨモヤの派遣で昔漢方薬の工場で働いてたからここ通ったらいつもヨモヤを飲みますね。え、これ漢方薬の工場ですか。そう、漢方薬の工場です。ヨモヤ懐かしい。さっきの香りすごかった。え、今全然しないの。あ、来てる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 。漢方の匂いするわ。ヨモヤ懐かしい。ヨモヤさん普通の会社で働いたことあるんですか。そう、実は、ね、派遣で働いたことある、そうやね。あ、めっちゃ漢方の匂いするわ。うわ、おお、めっちゃ漢方の匂いするやん。なんかよもぎ餅みたいな匂いします。健康になりそうやな。これ最大のシャドウですよ、このルートの最大の。 2.1キロ。あ、2.1キロ。あ、すぐや、まあ、すぐやすぐやけど、ゆっくりそこで途中で俺の秘密のスポットに行くから。秘密のスポット早く行きましょう。移動が腹減ってきたし。山頂近いんですか。そこは山頂ちょっと遠い。真ん中ぐらい。真ん中ぐらいでしようかな。え、真ん中で休憩できるんですか。そうそうそう、休憩する。やった。え、しかし、お前トトロになってるやん。よう気づかれましたね。よう気づきましたね。花かなって思って。俺めっちゃ、俺死ぬほど通ってて全然気づかんかったですよ、ここ。すごい。あ、ちっちゃいトトロやん。これ、あれマークちゃう。俺、傘やん、ほら。ほんまや。傘やん、これ、ほら。かわいい。すごいな。あ、お前トトロおるやん。削ったんか。上手。上手やね。すごいなね。癒された。これエモヤンが気づかんかったら一生気づかんねえ、これ、ほんま。多分初めて気づいたエモヤンさんですよ、これ。多分エモヤン初めて気づいた。だってトトロのなんとかも書いてないやん、ここ。前も通ったけど気づかんかった。いや、俺ずっと通ってるけど気づかんねえ、これ。すごい、みんな気づいた。2年前ないかもしれんね。うん、みんな気づいてほしいな。してますよエモヤンさん。でもウキウキするんや。エモヤン山の前は楽しい。エモヤン山の前でウキウキするらしいです。ウキウキ知らなそうやね。早起きしちゃう。早起きしちゃう。2時間早く起きちゃう。ちょっと私これで行くんで。何やねんお前。泥棒やんけ。荷物だけ後ろ乗せてもらって。待っとけよ、ずっとここに。免許あるんで。免許あるんでね。いや、じゃあ免許の問題じゃねん、お前。あ、でもここで行けへんくらい。行けへんくなってるやん、ここで、お前。ここで行かれへんやけど、実証、お前。ちょっとだけやんけ、お前。だからここ止まってたやん。そういうことやろ。ここまでこれで来て。あ、そういうことやろ、お前。普段ならこっちですけど、僕 の, あのいつも の, あの楽しんでるお茶のとこは右なんで右に行きますね。はい、4キロ4、はい、はい、2時25分着きました。はい、ここ僕のお気に入りの休憩の場所です。めっちゃいいです。気持ちいいやろ。気持ちいいです。寝れます。寝れるやろ、これめっちゃ気持ちいい。これ、エモヤンが買ってきた。何やこれ。五平餅いただきます。五平餅初めて食べます。本当に、うん、ご飯ご飯やこれ、うん、ご飯、うん、美味しい。美味しい。なんかみたらし団子みたいに、うんうん、めっちゃいいですね。めっちゃいい。ハンモックにめっちゃ惚れてる。惚れてます。惚れたのかちゃん。いいの、いいの。
らって帰ろう。なんだね。パクって帰ろう。もうずっと見とくか入れるか入れるか。万引き G メンぐらい見るから。もう今撮ったやろね。これ、小太郎さん見あのつけるとき見てたんで片付けられますよ私。怪しいな。もう自己申告やんけ。全然私任せてもらってとる。もう楽しそうにしております。寝れます、これ。寝れる、子供喜べるの。こうこの辺でスイッチとかするやん。これいいですね。うん、そうやな。ほんま今日これ片付けますよ私。なんかいやいや片付けていこうか。もらいますよやんけ。日本語訳もらいますよやそれ。最近あの、うん、職場で登山めちゃくちゃ流行ってて。うん、え、コウタロウチャンネル見られてるんじゃん、のどこちゃん出てるやつとか。もう直属の上司に見られました。うんうん、最悪ってないね。最悪なんない。最悪なんや。え、ほんでどうなったの。え、なんか、いや、どうですかねみたいな。いや、知らないですけどね、みたいなんで、一応まあ、それで。それで済むか。がっつり喋っとるから俺だと。どうやって済むねんそれ。何が知らないですけど、がっつり出とるやんけ。そうですか、なれへんよ。なんとか難を逃れましたけど。あんま触れてほしくないねんなって思われてるかもしれない。あ、そうみたいな。おとなしい人やったんで、その人が、うん、なんかベラベラ喋るようなおっちゃんじゃなかったんで、うん、あ、そうかそうか、セーフでした。でもほんまに増えてきてるんですよ。何の？もう職場で登山帽を作ろうかみたいな話まで出てます。ええやんええやん、のどこちゃん、ま、それ言ってんの自分なんですけどね。話出てきてますか。自分から発信してんの。自分が発信してるだけでみんな。ええやんええやん。ねえ、滋賀なんて山いっぱいあんねんから、めっちゃ。はい、韓国はスポーツ感覚なんですか。ん、韓国はスポーツ感覚で登るんですか。そういうわけでも、ちょ、なんかゴルフみたいな感じらしいで、接待、接待だから今度うちの会社と登山行きましょうよみたいな感じで、ああいいですねみたいな感じで、社長ナイスショットの代わりは分からんけどやな。ナイス見客みたいな。ナイス見客ないですね。見客ですねでいいやんけ。ナイスいらんやんけそこ。さすがですねほんま。そういう感じですよ。へー、韓国ってそんな流行ってるんですね。うん、らしいで、登山大国だから。ブランド多いですよね。ブランド多い、韓国は初の登山ブランド多いし、注意して、はい、次ですね。今から、行きたいと思います。こういう、これです。もう結構しんどいんですよ、急登なんですけど、頑張りましょう。結構しんどいですよ、ここいきなりちょっと食ったばっかり腹いっぱいな、僕らにとってはきついですけど、きついです。頑張っていきましょう。食べ過ぎちゃったし、食べ過ぎたしね、洗礼がすごいわ。何やんこれ、ほんま何やんこれ。何でしょうね。最近か。何や、エモや、名探偵ぶり出すなよ。22年から。最近やねんか。ああ、これしんどいな。これ。うん。この怠け切った体には。やばいな。耐えます。ハンモックからな、これきついぞ、ほんま。すごい。やばいな。急すぎてしんどい。うん、あれきつい。はあ、こうなると天国から地獄感が半端ねえ。はあ、これ天国もなりたい。山頂です。で、最後の地獄階段。あ、はい、そうです。行きましょう。コンクリート多めで。はい、コンクリート多めですね。大体完全コンクリートかコンクリートのゼロかどっちかですね。多めってあんまないですけどね。葉っぱも多めです。葉っぱも多めですね。もちろん。いや、営業してないんですよこれ。まあその代わり見てください、大阪平野丸見えですけどガスっとるじゃないですか。山頂までちゃうとこあるんですよ、お楽しみですよ山頂は。いいですね。のどかちゃん着きましたよ。ここですか。山頂642m。ですか。あれあれあれ、線路のとこに入ったら一等三角点。あれ
はない。入れないです。入れない。入れない。さ、写真はここで。めちゃくちゃ遊園地の中じゃないですか。そうそう、汽車ポポの中なんですよ。汽車ポポ。はい。写真とりあえず記念撮影と言いましょうか。記念撮影と言いましょうか。はい、こっちは生駒市の方ですね。まあ、田んぼとか一つもないね。田んぼと一つもないな。生駒駅やからね。生駒周辺だから。お気をつけて。あの登りめっちゃしんどかった。足場悪いし、足場悪いし、めっちゃしんどかった。それはしんどいんですけど、あの登りは短い時間で。あ、まあな、あれは1時間続いたらもう足ふう、あれすんで、あんなもん。でも下山が結構、下山好きなんですけど、この下山はなかなかですね。あのコンクリやから足ちょっとコンクリ、バキジャンにしてるけど、まあ、階段やからな。あ、梅の花が咲いてますよ。どこですか。あ、ほんまに。あ、ちょうどいい感じ、ちっちゃい感じ。春が来てます。春が来てますね。春はどこの山登りましょう。桜が綺麗な山。あ、いいですね、吉野とか。吉野とか登りたいね。行きたい。花見。花見したいな。したいですね。チャンネル花見したいな。コウタローチャンネル花火大、花見大会。ただ俺ハイボールやんけ。疲れた。あ、お前な。いや、駅着いたら下山ですね。駅着いたら下山。はい。ね、無事もう生駒駅着きました。はい。いや、ちょっと帰りちょっとで。いろいろと急いでたんで早めに降りたんですけども、いやー、のどかちゃん、家な、何ヶ月ぶりぐらい登山だったのどかちゃんは。3ヶ月ぶり。あ、しんどかったですか今日は。しんどいです。もう足結構痛いです。あ、痛いですか。あ、よかったですよ。でもまあ、でもね、600メーターぐらいの山なんで、ちょうどいいですね。ちょうどいい感じで、はい、今年初めてのウォーミングアップとして良かったんじゃないでしょうか。はい、またね、別な日にね、一応登り約束してますんでね、またエモヤンと登り約束してますんで、はい、はい、また楽しみにしていただけたと思います。まあ、そんな感じで、ほな、さいなら。